バイラス 985C3 のハブセンターステアリングハブセンターステアリングとはオートバイのフロントサスペンションとステセンターハブステアリングとも呼ばれる。ビモータテージのハブセンターステアリング 3D モデルハブセンターステアリングはフレームの前方に伸びるスイングアーム式サスペンションを基本構造としステアリング機構は左右に軸を転向できる前輪のハブに リンク機構を介して、ステアリング操作を伝達する。テレスコピックフォーク式のサスペンションでは、ブレーキをかけた際に、車体のピッチング角が大きく前傾する、ノーズダイブにより、地面に対する前輪のキャスター角やトレール量が大きく変化して、特に、ステアリング特性に大きな影響を与える。このような特性について、様々な機構によって対策が試みられてきた。また、 テレスコピックフォーク式の弱点として横方向の荷重を受けた場合にサスペンションの動作に影響が出やすいことも挙げられる。ハブセンターステアリングはこうしたテレスコピックフォーク式の欠点を解決するために考案された機構の一つである。スイングアームによる指示は左右への剛性が高く、車体がピッチングを起こしても地面に対する角度の変化が小さいためステアリング特性への影響が少ない。 また、スイングアームのピボット部を、車体の重心位置より低くすることで、制動時のピッチングを抑える作用が働く。一方、ハブセンターステアリングは、前輪の転向角度が、スイングアームの幅に制限されるため、他の形式に比べると、市街地走行や、方向転換などの小回りが効かない。ステアリング操作を、リンク機構を通して伝達することから、 直接フロントフォークを操作する機構に比べて操作の剛性感がやや低い。複雑な機構や特許による技術の利用制限により、総じてコストが高くなる。なお、バーチャルステアリングはハブセンターステアリングとは別物である。ハブセンターステアリングの概念自体の出現は非常に古く、1920年代のアメリカの EN、ネアエーカーにおいてすでに実現されていた。 1970年代には、イギリスのジャック・ディフジーズ王のディフジーズ王モーターサイケルズによって、アフターマーケットパーツとしてのハブセンター、ステアリングキットが流通していた。同時期には、イギリスのマイケル・トムキンソンが率いる、オートバイレースチーム、ミードトムキンソンの手により、ハブセンター・ステアリングに改造されたオートバイがボル、ドール24時間耐久レースの舞台に登場した。 彼らが最初に製作したマシンはネッシーマーク I と名付けられ、エンジンは EN ラバーダ車精線 CC 並列3気筒が用いられた。後には川崎重工業製エンジンを搭載したネッシーマーク II も製作された。1986年にロンハスラムがライディングしたエルフ・サントム・キンソンの取り組みは当時の欧州のオートバイ関係者に衝撃を与え、 1980年代の EN ・エルフ・アキテインによるロードレース世界選手権へのハブセンターステアリングの投入につながっていく。この時代まではハブセンターステアリングはモータースポーツなどの一部での利用に止まっていた。1990年代に入るとイタリアのビモータがハブセンターステアリングを搭載したビモータ定時1 D を市販した。 1993年にはヤマハ発動機がジェームズ・パーカーの設計したラドフロントサスペンションのデザインをもとにヤマハ GTS1000A を発売した GTS1000A はハブセンターステアリングと間違われることが多いが実際には四輪自動車の前輪を90度回転させた構造でありそもそも GTS1000A のフロントにはハブそのものがないためハブセンター ステアリングではない。GTS-1000A は1999年まで6年余りの期間、製造された。1995年には、マイケル・トリフォーノスの手により、リフジーズをシステムと呼ばれる、ハブセンターステアリングが、マンシマ・ TT レースに投入され、シニアクラスで11位に入る検討を見せた。続きは1980年代以降、幾度かにわたり、 ハブセンターステアリングのコンセプトモデルを発表しており、1985年に鈴木ファルコラスティコ、1986年に鈴木ヌーダ、2003年に鈴木ジーストライダーを出展しているが、商品化に至ったモデルは存在しない。フィートフォワードと呼ばれる車両形態のオートバイでは、ロイス・クレシーが積極的にハブセンターステアリングの車両を設計していた。現在では、 ハブセンターステアリング搭載車を初めて市販したビモータがビモータテージ 3D を製造、販売し、元ビモータの技師が設立したバイルスがバイラス 984C、985C などの少数の市販車両を販売している。スクーターではイタルジェットがイタルジェットドラッグスターにハブセンター、ステアリングを採用している。サイドカーでは GG デュエットが ハブセンターステアリングを採用している。あるいは一部のカスタムビルダーやオートバイチューナーが独自のハブセンターステアリングキットを販売している。羽田、隆市、バーチャルステアリングモンキー手作りバイクが走るまで。 ISBN 9兆7843億4491万6975億910億5020万 9362https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ1050209362バーチャルステアリングと型持ち型及びハブステアリングの違い www.plantr.com2019 年9月8日閲覧。いつかは、ファルコラス太鼓。 dash、e e、m a r g a h i l l、e、s dot com, h a suz, u k i n u d, a c o n c e p t b i k e s h o w n a t t o k y o m o t o r s h o w 1 i l 6 s dot h suz, u k i c y c l e s. .org-hat-suzuk-ig-strid-erc-onceptb-ik-e-show-nat-ok-yom-o-d-or-show-w-2-a-a-san-suzuk-ic-ycles.org ありがとうございます。